エーリッヒ・ミールケ、エーリッヒ・フリッツ・エミール・ミールケ、エーリッヒ・フリッツ・エミル・ミルキー、1907年12月28日から2000年5月21日は、ドイツ民主共和国、東ドイツの政治家、秘密警察、諜報機関を管轄する国家法案大臣を長年にわたって務めた、1957年10月31日から1989年11月3日。 最終階級は上級大将。ベルリン生まれ。両親は1918年に設立されたドイツ共産党の設立メンバーだった。ミールケ自身は1921年にドイツ青年共産団に入団した。小売業の徒弟をする傍ら1925年にはドイツ共産党に入党し、当機関士、赤旗の記者として働き始めた。同時期に、 ドイツ共産党の支配集団である赤色戦線選手同盟にも加入している。これはナチ党の突撃隊に相当するドイツ共産党の警備部隊である。1931年、ベルリンでデモ行進時に二人の警察官を殺害し、ベルギーに逃亡。さらにソビエト連邦に亡命した。ここでミール家は高く評価され、コミンテルン学校に入校した。 1936年、ミール家はフリッツ・ライスナーの偽名で内戦中のスペインに国際旅団の一員として派遣された。大尉として旅団を指揮する一方、政治将校として部隊内の反スターリン主義者粛清に従事した。フランコ軍の勝利後、他の国際旅団の義勇兵と共にドイツ系ラトビア人、リハルト・ヘーベルとしてフランスやベルギーに潜伏し、 第二次世界大戦中に、フランスがドイツに降伏した後は、レジスタンスに協力し、逮捕され、ラトビア人として、強制労働に従事していたとも言われる。ただし、第二次世界大戦前後のミール家の足跡には、謎が多く、フランスで、レジスタンス運動に協力などはしておらず、ドイツ国内で偽名を使って潜伏していたとの説も、あることを平記しおく。1940年に、 モスクワに逃れる。終戦後の1945年に焦土と化した、ドイツに帰国、ソビエト占領軍当局に協力し、共産党、後にドイツ社会主義統一党イコール、SED の中央委員会警察、司法単委員となる。1948年に結婚。1949年のドイツ、民主共和国建国の翌年2月に創設された、国家保安省。 ミニスティリアムズ FR スターツセチャーハイと略称シュタージ・シュタージで次官として中枢的な人物して活動し同年党中央委員会に入る。1957年にシュタージ長官だったエルンスト・ボルベーバーがバルター・ウルブリヒト書記長により更迭されミールケがその公認となった。彼の指導下で就任時の職員1万4千人だったシュタージは 1989年には、正規職員9万1人、非公式協力者17万3千人の巨大組織に成長、彼には、恐怖のマスターというあだ名が付けられた。特に彼の命令により、東ドイツの国境警備隊は、ベルリンの壁や東西ドイツの国境線を越えて、西側に亡命しようとする者に対して放した。1971年。 ウルブリヒト初期長が高齢と健康を理由に辞任し、エイリッヒ・ホーネッカーと交代した。ホーネッカーは、ミールケをドイツ社会主義統一党政治局員候補にした。1976年に正式に政治局員となる。また1960年から1989年まで国防委員会委員を務め、1980年には上級大将に昇進。 1958年からは、人民議会議員も兼ねた。1954年に、祖国功労勲章金メダル、カール・マルクス勲章受賞5回、の称号を2度、ドイツ民主共和国英雄の称号を2度受賞。また熱狂的なスポーツファンでもあり、内務省スポーツ部、ディナモに長年訓練し、SC ディナモベルリンを強力に支援し、様々なスポーツ団体の総裁も務めた。 しかし、東欧革命のさなかの1989年に、東ドイツの体制は動揺し、11月7日のビリー、首都府内閣の大臣とともにミールケも大臣を辞任。翌日他のすべてのメンバーと共に、政治局員も辞任した。政治的延命を図るため11月13日に、人民議会で登壇し、今までの態度を一変させて、イッヒリーベドークあれ、私は万人を愛していると。 説したが、嘲笑を持って迎えられた。11月17日には、人民議会議員の資格を剥奪され、12月3日には、SED、同時に民主社会党イコール PDS と、解消から追放された。12月7日には、汚職罪で逮捕され、かつて君臨した、シュタージの拘置所に収容された。ドイツサイトイの1992年、 亡命者の射殺命令に対して、彼は、ホーネッカーと共に、法廷で裁かれることとなった。しかし、高齢と病気を理由に責任を免れた。1993年10月26日、ミール家は6年の刑を言い渡されたが、罪状は1931年の二人の警察官の殺害に対するものであった。1995年8月1日に釈放され、 年金生活に入った。ミール家は、レジスタンス参加者、ナチズムの犠牲者として、千マルクの年金を受け取ることができたが、下味時代に蓄えた三十八万マルクの銀行口座は凍結解除されなかった。二千年五月、ミール家は、老人ホームで死去し、本人の遺言により六月十日に、社会主義者が葬られているベルリンのフリードリヒスフェルで中央墓地に埋葬された。 墓が荒らされる恐れがあるため、墓碑などは一切存在しない。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。